ヘルソン・バウティスタは、ドミニカ共和国産、フアンシュサンフアンデラ・マグアナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加所属。2013年4月、アマチュアフリーエージェントで、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。翌年の2014年6月6日、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レッドソックスで先発し、プロデビューを果たす。 この年は、同チームで12先発、19円、61.0回を投げて、2勝1敗、防御率1.03を記録した。2015年は、同じクルーキー級のガルフコーストリーグレッドソックスに所属し、11先発、19円で52.0回を投げて、3勝3敗、防御率2.77を記録した。二千十六年は、開幕を A-9。 ローウェル・スピナーズで迎え、7月に A 級グリーンビルドライブに昇格した。この年は2チーム合計で23球円、35.1回を投げて1勝4敗6セーブ、防御率2.55を記録した。2017年は開幕を A 級セーラムレッドソックスで迎えた。2017年7月31日、アディソン・リードとのトレードでジェイミー・カラハン、 スティーブン・ロボセクと共にニューヨーク・メッツへ移籍した。移籍後は A 級セントルーシー・メッツに所属。2017年シーズンはセーラムとセントルーシーにチーム合計で37、9円、59.2回を投げて3勝3敗9、セーブ、防御率4.22を記録した。メッツは2017年シーズン終了後にバウティスタを40人枠に追加した。 2018年は AA 級ビンガムトンランブルポニーズで開幕を迎えた。4月17日にメジャー昇格すると同日に行われたワシントンナショナルズ戦で救援登板しメジャーデビューを果たす。この試合では1.0回を投げて無失点であった。4月19日のアトランタブレーブス戦後に AA 級ビンガムトンに降格となった。 5月7日には、AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズに昇格。5月29日に再びメジャー昇格。6月2日に、AAA 級ラスベガスに降格し、シーズンを終えた。この年は、マイナーの2チーム合計で37球円、49.0回を投げて、3勝1敗3セーブ、防御率5.14を、メジャーでは5球円、4.1回を投げて、0勝1敗。 防御率12.46を記録した。2018年12月1日、エドウィン・ディアス、ロビンソン家の・カノ、よび、金銭2000万ドルとのトレードで、ジェイブルース、ジャレット・ケレニック、アンソニー・スーウザック、ジャスティン・ランと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2019年は8登板で、防御率11点台だった。2020年は、右ヒーちの故障のため登板がなかった。 レギュラーシーズン終了後の10月23日にマイナー契約で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。2021年3月22日に自由契約となった。2021年4月22日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約した。22試合にリリーフ登板し、1勝1敗にセーブ、防御率1.99の成績を残した。 2021年7月23日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツに配属された。最速100マイルパーアーを超える速球が武器だが、コントロールが悪い。ありがとうございます。